皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらのロマンドのブルームインカバーフィットクッション SPF40PA2+ をレビューしていきます。ちなみにプレゼントでいただいた商品ですが、正直にレビューしていきます。色は3色展開になっていて、私が持っているのは21番のナチュラルベージュです。花びらのようにふわっと密着し、毛穴や色ムラをしっかりカバー、上品なセミマット肌を演出し、まるで素肌のような自然な仕上がりに、山桜花エキスがツヤを、ヒアルロン酸ナトリウムとヒアルロン酸が肌に潤いを与えてくれるそうです。手に出してみるとこんな感じです。今塗った時にスルッと塗れる感じがしました。あと匂いはフローラル系の香りがして、私は好きな香りです。ということで、ここから塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めから塗っていきます。いつも使っているブランポーの薬用美白 UV セラムジェル SPF39PA3+ 医薬部外品です。早送りでご覧ください。今日は少し外に出る用事があるので多めに塗っておきます。それではファンデーションを取って蓋でなじませて塗っていきます。私はもともとロマンドのベアウォータークッションっていうのをよく使っていて、そのファンデーションはカバー力は低いんですけど、マスクをつけた時に崩れにくいので愛用していたんですが、最近はマスクを取って出かけることも増えてきたので、カバー力が高いものが欲しいなと思っていたんですけど、その時にいただいて使ってみたらとても良くて、毛穴落ちとかせずに塗れますし、カバー力もミディアムからハイカバレッジの間くらいあるので、最近は使う頻度が多かったです。エアウォータークッションをよく使っていたので、このファンデーション初めて使った時はすっごいカバー力高いなって思ったんですけど、この前動画でもご紹介したバニラコのファンデーションを使ったら、あのファンデーションのカバー力がすごすぎて、このロマンドのファンデーションでもハイカバレッジではないなっていうのに気づきました。ただこちらの方が厚塗りになりすぎなくて、自然にカバーしてくれて綺麗に見えるので、その点が特に気に入っています。左側だけにファンデーションを塗りました。セミツヤな仕上がりです。おでこの赤みと黒ずみは綺麗にカバーしてくれています。で、頬と鼻を比べるとこのような感じなんですが、ハゲを作るとこんな感じで、赤みが少し透けていて、黒ずみも若干見えるんですけど、でもカバー力はある方だなって感じます。綺麗に塗れますし、そんなに塗るのに時間もかからないので、急いでる時でも使いやすいです。反対側は資生堂の131番のブラシで塗っていきます。綺麗に塗れるのか見ていきます。ブラシで取ってもファンデーションがドバッとつきにくいので薄く塗れますね。こんな感じでカバー力が3分の1くらいになったんですけど、この辺りがよれてしまったので、パフで塗った方がいいのかなと思います。あまり綺麗に塗れなさそうなので、こちらもパフで塗っていきますね。ここの赤みが結構隠れました。やはりここの崩れが少し気になるので、一度落として塗り直します。両方塗り終えました。こんな感じで綺麗に仕上がっています。ブラシで塗るとよれてしまったので、私と似ている肌の方はこのままパフで塗るのがおすすめです。カバー力はミディアムからハイカバレッジの間ってお伝えしたんですけど、その中でもミディアム寄りな感じです。赤みや血管が透けていることによって、そこまでメイクが乗っていないというか、厚塗り感がないので、自然にカバーしてくれているファンデーションです。パウダーはロマンドのベターザンフィニッシュを使っていきます。パフとブラシがついてきたんですけど、今日はパフで塗っていきます。もうすでにマスク検証は撮影したんですが、その時はシャネルを使っています。
左側にパウダーを塗り終えました。おでこはこんな感じです。しっかりマットになっていて、パウダーが白いのでこちらの方がトーンアップしています。頬と鼻を比べるとこんな感じです。意外と触るとしっとりしているんですけど、見た目はかなり陶器肌に見えるようなパウダーです。それでは今日も7時間検証していきます。こちらは3時間後の動画です。先ほど1時間外出していて汗をかいたんですが、思ったより崩れていないです。パウダーを塗った方はしっとり、少しだけサラッとしている感じで、あまり変わっていないと思います。パウダーをしていない方は、このあたりの皮脂は少し増えたんですが、よれたりとか毛穴落ちはしていないので、まだまだ綺麗です。で、パウダーをした方なんですけど、鼻は皮脂が出てきています。あと、ここも光っているんですけど、頬の大部分はまだサラッとしっとりしていて、塗った直後とそこまで変化はないかなと思います。今日は結構暑いのでもっと崩れると思ったんですけど、意外とキープされていました。こちらは5時間後の動画です。おでこはこんな感じです。掃除でじんわり汗をかいた影響もあると思うんですけど、パウダーをしている方が結構しっとりめになってきました。もうパウダーをしていない方はそこまで変わっていないんじゃないかと思います。右側の頬と鼻なんですけど、結構テカってきましたね。でもまだよれたり毛穴落ちなどはないです。こちら側はパウダーをしているんですが、鼻が少しテカり始めたかなっていう気がします。ただ頬は結構しっとりしてきてはいるんですけど、見た目はまだ少しマット感を保ってくれていて、崩れたりはしていないので、こちら側はまだ綺麗だと思います。こちらは7時間後の動画です。パウダーをした方のおでこも触るとペタペタしてきていて、右側は皮脂でテカっています。頬はパウダーをしないとかなりテカっているので、私の肌ではパウダーなしでは使えなさそうです。あとこの辺りはよれてきている感じがあります。パウダーをした方は鼻がテカっているのと、この辺りもテカってきているので、こまめにティッシュオフした方が良さそうです。それではティッシュオフをしてメイク直しをしていきます。こちら側はそこまでよれていないですね。反対側はティッシュオフの時点で少しよれていて、さらに塗り直すことでもっとよれる感じがあります。メイク直しが終わりました。おでこは両方きれいに直せていて、頬はすごく汚いわけではありませんが、よれてしまいました。あと厚塗りになっている感じもあるので、私の場合は一度落としてから塗り直す方が好きです。活動量が少ない時だときれいなんですけど、汗をかいたりする状況だとテカりやすい商品だと思います。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは日焼け止めを塗っていきます。それでは少し時間を置いたのでファンデーションを塗っていきます。7時間検証の時にお話ししているかもしれないんですけど、スケジュールの関係でマスクの検証を先に撮影しているんですが、やっぱり綺麗な仕上がりだなって思っています。最近違うファンデーションいろいろ使ったりしていて、このファンデーションは久しぶりに使ったんですけど、やっぱりクッションファンデーションなんですけど塗りやすいですし、簡単に塗れて仕上がりも綺麗なので、おすすめしたいクッションファンデーションです。
で、パウダーを重ねていきます。パウダーを塗り終えました。アップでお見せするとこのような感じです。頬と鼻の毛穴はほぼ全て隠れていて、毛穴落ちやよれなどはないです。色ムラもしっかり整えてくれるので、肌悩みをきれいに隠してくれるファンデーションです。ということで、今日はマスク検証をしていくんですが、今から晩ご飯を食べるので、おそらく1時間後くらいからマスク検証をすることになると思います。ということで、結果をご覧ください。こちらはマスクをしてから4時間後の動画です。おでこは塗った直後と同じようにサラサラしています。で、頬と鼻はこのような感じで、ここら辺のファンデーションが少し取れています。あと見づらいと思うんですけど、この辺りも少しだけファンデーションが取れていて、よれている感じがあります。ただ毛穴落ちとかはそんなにないので、見た目的には綺麗な方です。で、鼻はファンデーションはそんなに取れていないので、擦り方は全然汚くないです。で、マスクの中はこのようになっていて、鼻の部分が意外とよくついているんですけど、顔面自体はそんなに崩れていないので、パウダー部分が取れたのかなっていう感じです。あと頬の部分もうっすらついているのと、顎の方も本当にうっすらついているんですが、これも顔自体はそこまで崩れているわけではないので、パウダーがついたのかなっていう感じです。このファンデーションの長所は、塗った直後の仕上がりが綺麗で、カバー力もある方なので、肌悩みの多い私でも普段使いしやすいです。あとパウダーをしっかりのせておけば、こまめなティッシュオフくらいで綺麗に保てます。短所は猛暑の中だとどうしてもテカるのと、パウダーをしないとよれてしまったところです。ただ総合的に考えると、カバー力もあって使いやすいファンデーションだと思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。